嫌なことを思い出してしまった。無駄だ。消えろ。ここだ。無能。ここだ。くだらない。夜の。行くぞ。ふう、逃げようなんて。僕を称えよ。光り輝くがいい。無駄だ。西洋なる。ひゃっ。ここだ。無能。ここだ。無能。ここだ。無能。いえ、ここだ。無能。お披露目だ。
足元に気をつけて。じゃじゃーん。ダッシュアウ。くだらない、消えろ。ふん、ムーノー、ここだ。ムーノー、ムーノー、姿を見せよ。くがいい。せ、いえ、ここだ。ムーノー。せ、ひゃ、ムーノー。せ、は、ここだ。ムーノー。ここだ。せ、へっ。かじゃーん。歌え、僕の名のもとに。せ、夜の。せ、え、ひゃ。くだらない、くだらない。西洋なぐ。え、せ、ここだ。え、せ、ここだ。せ、ひゃ、え、ここだ。へ、無駄だ。
げようなんて思わないで。消えろ。ねえな。無駄だ。なんぼ足元に気を邪魔するな。はっ。へっ。いえ、知れ。己。へっ。姿を見る。開幕だ。区外に。ここだ。ここだ。ぬえの。これは報いなのか。足元に気をつけて。くだらない、無駄。光輝くがいい。逃げようなんて思わないでよね。ここだよ。影のカラスが。西洋など無能。ここだ。くだらない姿。ふう。いえ。またか。足元に気をつけて。走るより飛ぶ方。くだらない、くだらない。消えろ。いえ、風。ここだ。無能。無能。ここだよ。姿を見せ、カジャーン。世界の熱狂の渦に。逃がさね。
お披露目だ。さっき聞いたこと本当なの？行くぞ。無駄だ。無能。求人広告。キューブ。防除旅館での臨時料理人を1名募集。高級高待遇。報酬につきましては王相談。おい見ろよ、高級でキューブだってさ、モラを稼ぐチャンスだぞ。人が勝手に厨房に入っただけで怒鳴り散らすしな。手伝いがいるとは思えないけど。あれ、続きに何か書いてあるぞ。興味のある方は上までお越しいただき、支配人のワイヤンとお話しください。だってさ、なあオイラたちも上に行ってみないか。ついでに報酬がいくらかも聞いてみようぜ。行くぞ。支配人、本当に必要ないんですって。大
ただ手を火傷しただけで、料理を作るのに差し支えはないでしょう。今は差し支えなくても治りが遅くなってしまうよ。ひとまず数日は休みなさい。何か方法を考えるから。よう支配人、それに現象も。おや、旅人さんにパイモンさんではありませんか。どうしてこちらに。それで上がってきたんだ。現象に何かあったのか聞いてみようと思ってさ。やれやれ、だからあんな張り紙はやめろって言ったんだ。お前たちにまで心配をかけるとはな。大したことでもないんだが。現象に代わってお二人のお心遣いに感謝申し上げます。ほら、あなたも恥ずかしがってないで説明したらどうだ。わかりましたよ。実は先日の回答祭で大勢のお客さんがやってきてな、料理を鍋から取り出すときにちょっと慌ててうっかり手を火傷してしまったんだ。そりゃあな、猿も木から落ちるって言うだろう。どんなに腕のいい料理人でも手元が狂うことはある。それにこれっぽっちの怪我なんて全く問題ない。強がりはやめるんだ。無理をして怪我がもっとひどくなったら1日2日休むだけでは済まないんだから。だけど回答祭が過ぎて間もないし、店に来てくれるお客さんは多いんです。休んでる場合じゃないでしょう。それに遠くからはるばるやってきた外国のお客さんもたくさんいるんですよ。適当な間に合わせの料理人を入れて、万が一にも店の看板に泥を塗るようなことがあったら、真っ先に俺が承知しないぞ。そう言われるとどっちが支配人だかわからないな。でも彼が言うことも一理あります。なんといっても現象は料理王決定戦の決勝選手ですから、そんじょそこらの料理人では代わりが務まりません。自慢じゃないですけど、俺レベルの料理人となるとみんな自分の店を持ってますよ。旅館の手伝いに来るほど暇なやつなんてなかなか見つからないでしょう。まあもう少し報酬を上げないといけないね。料理が上手で暇なやつ。それってお前じゃないか。思い出しました。以前聞いたことがありましたね。あの時はあなたが凄腕の強者だということばかりが印象に残っていて、料理の腕前のことを忘れていました。料理の腕前は覚えてないのに凄腕なのは覚えてるのか。それでも旅館の支配人なのかよ。まあ細かいことはお気になさらず、とにかくあなたが来てくださるのなら現象も安心して厨房を任せられるでしょうね。まあお前になら確かに他のやつに任せるよりかはいい。じゃあこの仕事を引き受けるか。言ったからには約束しましょう。決して少ない額ではありませんよ。けど一つ言わせてくれ、旅館で厨房を取り仕切るのは自分のために料理を作るのとはわけが違うからな。何日かは俺も厨房に残ってお前が仕事になれるまで手伝ってやる。結局心配なんだな。支配人、
店にまだ使ってない調理器具があったはず。あれは？ああ、はいはい。今すぐ準備してこよう。完成です。見てください。あなたに合わせて作ってみました。いえいえ、ほんのたしなみ程度で取るに足りません。では現象、ここはあなた方に任せるよ。ここまで大掛かりなことをするなんて。今あるかまどをそのまま使えばいいじゃんか。どんだけ調理器具に触られたくないんだよ。いや、そんなことはない。オーナーは人を使う以上は疑わない、疑わしければ使わないと言っていた。俺はただ、今のかまどはお前にとってその少し高さがあると思ってな。さっきも言っただろう、旅館で厨房を取り仕切るのは自分のために料理を作るのとはわけが違うって。色、香り、味にこだわるだけではなく、速さ、正確さ、そして安定感が必要なんだ。例えば自分に合わないかまどで一日中料理を作っていると、疲れて腕や背中が痛くなるばかりか、料理を出すスピードが遅くなってしまう。すると待っている客もイラつくだろう。だからこそ調理器具はきちんと準備しておかなければならない。それが速さだ。じゃあ正確さと安定感ってなんだ？正確さとは正しく見極めることだ。肉塊のどこに包丁を入れるか、油をどのくらい使うか、そして鍋からいつ料理を取り出すか。自分のために料理をするなら様子を見つつ、水が多ければ塩を足し、塩が多ければ水を足すといった具合に味を調整できるが、旅館の厨房ではそんな試行錯誤してる猶予はない。もし本当に失敗したら、オイラが片付けてやるよ。最後の安定感は、どんなに意地悪な注文でも確実に答えなければならないということだ。特に各地からやってくる味の好みが異なるお客さんをもてなすためには、もともとの食習慣に気を配るだけでなく、ご当地料理を味わいたいという気持ちも考慮しなければならない。おい、最後のはかなり難しそうだな。大丈夫だ。旅人はいろんな場所を渡り歩いてきたんだろう。実際にやってみたら俺よりうまくできるかもしれん。それに数日は俺も厨房に残って助ける。きっとお客さんの一人一人が我が家に帰ってきたように感じるおもてなしができるさ。グズグズしてはいられない。早速やってみよう。基本的な調理は俺が口出ししなくてもできるはずだな。気をつけるべきことはテーブルごとに注文の要望が違うことだ。ごっちゃにしないようにな。ひひ、オイラも覚えるのを手伝うからな。安心していいぞ。何番テーブルだっけ。
一番テーブルのお客様はネギはいるけど唐辛子はいらなくて、二番テーブルは唐辛子はいるけどネギはいらない、三番テーブルは三番テーブルは唐辛子はいるけど唐辛子はいらない。おいら、さっきまで夢を見てたのか？休憩する暇もなかったし、頭の中がごちゃごちゃになっちゃってたぜ。旅館にはいつもこんなにたくさんのお客さんが来るのか？まだ繁忙期だからな。初めてこの厨房を切り盛りしたにしてはお前たちは十分よくやってたよ。でも今回来たのは常連ばかりで、これといっておかしな注文もなくてよかった。出なければもっとややこしいことになってただろうな。これでおかしな注文がなかったのか？醤油をかけた杏仁豆腐なんてオイラだって食べたことないぞ。世の中にはいろんな人がいて、それぞれの好みも様々だ。それを全て受け入れられるのがリーウェ料理の真髄だ。それにこのお客さんたちの注文ははっきりしていたから、指示に従って料理すれば問題なかった。本当に困るのはお任せとだけ言ってくる客たちだ。ごめんください、もう閉店しちゃったかな。あれ、この声は、見てくれ。どうしよう、本当に誰もいないみたいだ。僕がもっと早く来ていれば。大丈夫だよ、今から野外キャンプの準備を始めても遅くないはずだ。そう、それに悪いのは取材に夢中になって時間を忘れてたお兄ちゃんだから。ああ、リネット、リネット、それにフレミネじゃないか。本当にお前たちなのか？パイモン？じゃあ、もしかして旅人も？旅人にパイモン、まさかここで会えるなんて。それはこっちのセリフだぞ。オイラと旅人はここで手伝いをしてて。というわけなんだ。お前たちこそどうしてここに？お前たちのその、また何かお父様からの任務があるのか？その逆だよ。僕たちは休みでリーウェに来たんだ。うん、ついでにあちこちで取材はしてるけど。お父様が言うには、ここのところ僕たちはずっと忙しかったから、しばらくは休むといいだろう、その方が次の任務に都合がいいって。この間解凍祭があったでしょ、せっかくの機会だからってお兄ちゃんがリーウェに連れてきてくれたの。リーウェ港で面白いマジックをたくさん見たんだ。あれ、リーウェじゃ奇術って呼ぶんだっけ？奇術とリーウェ劇、十部劇を組み合わせてやる人もいて、
本当に素晴らしかった。それでここにもう何日か滞在してもっとアイデアを集めようと思ってね。先日は警察層のジャクシンさんを訪ねたし、今日も近くでインスピレーションを探してて、挙句に時間が経つのも忘れて今日はまだ何も食べてない。ご飯といえば知ってるかい？フォンテーヌもリーウェイも水産物が豊富だけど、調理法にはそれぞれの特徴があるんだ。今回はせっかく来たんだから、たくさん味わっておかないとね。それも長く滞在する理由の一つかな。おお、今までは何を食べたんだ？オイラのおすすめを教えてやろうか。お魚料理なのに、あのすごく辛いやつ。もしかして、黒瀬スズキの唐辛子煮込みか？確かに、フォンテーヌ人からしたら辛い魚料理って珍しいもんな。魚料理だし匂いも美味しそうだったから、リネットは躊躇なくパクリと一口食べたんだ。そしたら一日中むせて口も聞けなかった。リネットがもともと無口な方だったのが不幸中の幸いだけど。くー、お兄ちゃんとフレミネはお腹空かないの？ちょっと空いてる。それもそうだね。じゃあ旅人、料理をお願いしていいかい？メニューの名前を見ただけじゃどんな料理かわからないし、せっかく君がいるんだからおすすめをもらおうかな。僕たちの味の好みはわかるでしょ？私は入れないで。なるほど、フォンテーヌからのお客さんか。辛いのが苦手なのも無理はないな。だがあっさりさせすぎても彼らが普段食べているものと変わらない。そうだな、カニ味噌とエビのむき身を炒める料理があるぞ。一見味付けが濃いように見えるが、実際にはしつこくなくて口いっぱいに旨味が広がるんだ。お、それはぴったりだな。なんて名前の料理だ？よく聞いてくれた。レシピにもこう書かれている。カニ味噌は金に勝り、エビのむき身は珠玉のよう。だからこの料理は金玉万刀と呼ばれているんだ。これがレシピだ。準備ができたら一緒に作ってみよう。ねえ、さっき聞いたこと本当なの？
そういえば旅人とパイモンも今日はずっと忙しかったんでしょ？一緒に食べない？そう言われるとちょっとお腹が空いてきたな。じゃあお言葉に甘えて。そうだな。何しろ今回はお前たちがお客さんなんだから。あれ、どうして食べないんだ？見るからにタレがこってりしてて重そう。リーユへのテーブルマナーでは弟の僕が先を譲るべきだから。それじゃまず僕が旅人のお手並みを拝見させていただくよ。どう？水飲む？いや、すごく美味しい。素材本来の味だ。タレがたっぷりかかってるのにちゃんと海の旨味を感じる。二人も食べてごらんよ。この味、もしかしてカニ味噌？大正解だ！さすがリネットだな！道理で、エビの味とうまくマッチしてるわけだ。こんな料理もあるんだね。ひひん！この料理のこだわりは、エビにカニを加え、新鮮さにうまみをプラス。柔らかくプリプリのエビにねっとりとしたカニ味噌が重なり、味も香りも良く、食感も抜群！カニ味噌は金色に輝き、エビのむき身は透き通る玉の色。だからこそ、金玉マンドって美名があるんだ。なるほど。この名前にはそんな由来が。確かにぴったりだ。変だな。パイモン、いつからそんなに物知りになったの？この料理は口に合うと思うよ、リネット。って、あれ？ああ、金玉マンドウが半分しか残ってない。いつの間に食べたんだよ。リーウェでは、シェフに対する最高のお礼はたくさん食べることだと聞いたから。
すごく美味しいわ。ありがとう。友達は満足してくれたか。見事なもんだ。初めてまだ1日なのにこれほどとは。この次も頼んだぞ。おはよう。支配人の話では、前回来てくれた新しいお客さんや常連からはとても好評だったらしいぞ。こういうことにはなれないんじゃないかと心配していたんだが、この分だとお前の腕前なら通常業務は十分にこなせそうだな。味にうるさい上に要求が面倒な客が来ない限り、お前が困ることはないだろう。そんな客もいるのか。そりゃもちろん。特にほとんど料理をしたことがないくせに本だけは山ほど読んでる学者先生とかな。暇になるとやってきては、あんたの作ったものは伝統的ではないだの、どこどこがこうで数百年前の味と違うだの、あら探しをするんだ。ここが防除旅館か。一応は老舗といったところかの。何か看板料理があるなら早くここへ持ってまいれ。一番高いやつじゃ。フォルザン先輩どうも。おお、旅人にパイモンか。なぜここにおるのじゃ。こっちが聞きたいぞ。なんで急に旅行できるくらいの経費ができたんだ。しかも一番高い料理まで注文して。これは旅行ではないぞ。わしのような学者が専門アドバイザーとして招かれ、世界中を旅するのは日常茶飯事じゃ。ファルザン先輩、ゆっくり。昨日の夜はみんなで徹夜だったのに、どうして先輩だけこんなに元気なの。本当に100歳を超えてるのかな。私がおごると言ってからずっとこの調子ですのよ。あー、もしくじりま、したわ。レイラ、それにドリー、珍しい組み合わせだな。
お前は実に忙しいやつじゃの。じゃがここの料理長にも認められておるなら、本場の名物料理を食べ損なう心配はないの。それでお前たちはなんでリーユエに来たんだ。さっき専門アドバイザーとかなんとかって聞いたような。先日フォンテーヌから新しい船を入手いたしまして、あーなんと最先端のナビゲーションシステムが搭載されていますのよ。これを普及できればとても大きなビジネスチャンスになることでしょう。ここ数日試運転でオルモスコアから離島へ、離島からリーウエコへと次はドンマンポートにも行く予定ですわ。私と先輩はコンパスや装置の調整を手伝うために雇われているの。昨夜は耐圧試験のために一晩中雲来の海を漂ってた。残業手当は出しますわよ。お二人ともご自分の意思で来られていますし、契約時にだってわざわざ説明していますもの。本当に隙がないな。つまりその手当の一つがおごりってわけか。だからやってくるなり高いご飯を注文したのかよ。何でも注文していいんですのよ。なんて機会はなかなかないからの。それではまず、ファルザン先輩、私ももちろん一番高い料理でねぎらいたいと思っていますわ。あ、ですが高いからといって美味しいとは限りませんの。リーウェイ料理で一番高いのは海鮮をたくさん使う料理か、手間暇がかかる料理だと聞いたことがありますわ。でも私たちは何日も海の上で揺られていたのですから、この上魚やエビやらを食べても美味しく味わえないでしょう。もう言われてみれば確かにそうじゃの。しかもレイラさんなんてお腹が空いて今にも気絶しそうになっていますわ。え、それはお腹が空いているからじゃなくて、きっと人生の大先輩で徳の高いファルザン先輩は後輩を空腹のまま待たせるのは忍びないと思われることでしょう。うむ、後輩を気にかけてやれというのに文句はないんじゃが、何やら騙されている気がするの。ですので時間をかけて煮込む必要がある料理も出さないでくださいまし。それ以外でも高いものでしたら何でも結構ですので、旅人にお任せいたしますわ。高価で、しかも回線は使えず、さらには時間もかけられない。それじゃ大半の料理がダメじゃないか。こんな意地悪な注文一体誰が出したんだ。ドリーのやつわざとやってるのか。うちの旅館はブリテーや新月軒と違って高級な食材を常備しているわけじゃないんだ。普通はお客さんの予約が入ってから準備するもんだからな。ありふれた食材を使って短時間で正真正銘の高級料理を作る。そうなると値段がつくのは料理人の技と料理の独創性だけだ。半減休館という料理がある。手元にある食材だけで作れて提供するのにも時間はかからない。
そして一皿の値段は3万モラだ。3万！普通の食材を使って時間もかからないのにか？なんでそんなに高いんだ？この料理の技は時間じゃなく料理人の包丁さばきと火加減にかかっている。さまざまな種類の肉を細切りにし棒状にこねてから最後に鍋で炒めるんだ。食べてるうちに味わいがどんどん変化し、しかも進化していくのが売りだ。種類の違うそれぞれの肉をいかにまとめちょうどよく焼き上げるか、いかに互いの味がぶつからないようにするか、それがこの料理の価値を示す部分だ。うまくできれば超一流の名物料理、しくじったらただの肉そぼろだ。おお、わかったぞ。つまり高いのは料理じゃなく料理人のギャラってことだな。大丈夫だ、棒状にこねるような細かい作業は俺が手伝ってやれる。お前は一番大事な部分に集中すればいい。心配すんなって、大胆にやってみろよ。たとえ失敗してもお前が作った肉そぼろならオイラは喜んで食うぞ。元を取れるかどうかはお前にかかっておるぞ旅人。疲れた。
眠い。眠たい。早く食べて戻って寝よう。これは鶏もも肉？うん、キノシシの食感にも似てるような。噛むたびに別の味わいが広がるの。よく味わうと煙でいぶしたような風味もある。実に不思議じゃな。どうやって作ったんじゃ？ハム？しかしこの料理のどこに。あ、ひひ、気づいたみたいだな。そう、いろんな種類の肉を細切りにして棒状にしたんだぞ。オイラと現象ですっごく頑張ったんだからな。でも私にはよくわからないけど、肉の種類が違えば火を通す時間も全部違うでしょ。でもこの料理はきちんと味の調和が取れてる。それは企業秘密ってやつだ。これがお前独自の料理法とはの。無駄足にはならんかったわい。それでこの料理は何と言うんじゃ？おっと、紹介し忘れてたな。この料理の名前は半弦球感。細い糸が交差するように見えるのと、複雑で変化に富む食感を表現したと。リーユエの言葉から取った名じゃな。華麗で賑やかに楽曲が盛り上がっていく様子を意味する言葉なのじゃが、うむ、ぴったりな名前じゃの。なんだ、知ってたのか。当たり前じゃ。若者は卒業までに少なくとも20種類の言語を習得するはずじゃろ。おも、今はその必要がないのかの。え、昔もそうだったの。お前もチロン派だってこと、うっかり忘れてたぜ。ああ、それで、お料理のお値段ですか。ひひ、そんな高くないって。3万もらいただくぞ。3万。そうですま、パイモン、旅人、私、あなたたちには一緒にどうですと言っただけで、ごちそうするとは言ってませんわよね。つまり相席しただけ。そうでしょう。やっぱりただの朝ごはんなんてなかった。お前ってやつは、まあいいか。ちょっと安くしてもどうせお前のギャラになるんだし。3万もらの2割引き。まだ少し厳しいですが。いいでしょう。勉強料ということにいたします。メールに帰ったら必ずやこの料理を再現してもらい、思いっきり稼いでやりますとイエンドゥシエンは食べられんかったが、半減休館も悪くなかったわい。感謝するぞ。うむ、新型の装置は確かにわしの専門班以外じゃが、
ドリーの出した報酬が魅力的でのう。新しい港に来るたびに町に出ては古書を買い漁っておるんじゃ。持ち帰って研究できるからの。ふん、報酬を最低額にして妙論派の前希望者を追い払った甲斐があったのう。朝からいい出だしじゃないか。次もよろしく頼んだぞ。Thank you.